IWJ のチャンネルをご覧の皆様、お疲れ様です。本日は中山武俊弁護士の、事務所にお邪魔しております。お忙しいところお時間作っていただきましてありがとうございます。あの中山弁護士はですね、9月26日に、朝日新聞の吉田調書に関する記事取り消しについて朝日新聞社と同社の第三者機関報道と人権委員会に対し、9名の弁護士とともに関係者の不当な処分はなされてはならないですとか、記事全体を取り消さなければならない誤報はなかったのではないかとする申し入れを、行いました。でその後記者会見も、されました。この申し入れについて、本日は、詳しくお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。あのまず申し入れを行った経緯についてお伺いしたいんですけども、あの今回の吉田調書をめぐる朝日新聞の対応についてまずどのような点で問題だと感じ、申し入れをするに至ったか、ということについてお伺いしたいんですけども、あのですね、私はね、東京大空襲訴訟の弁護団長もしましてですね、そして今全国空襲被害者の人たちのね、要するに、共同代表もしてるんですよ。で東京大空襲の時はですね、わずか2時間半の空襲でね、10万人以上の人が亡くなってね、そして40万人が約負傷して、で100万人が被災したのにね、大本営が報道統制してね、もう翌日の朝日も毎日もね、一切その事実をあの報道してないんですよ。だからね、あの戦前ね、やっぱり、報道の自由とかね、それから真実を知ることができなくてね、国民、市民がね戦争に動員されていったと。そのことでね、報道の自由とかね、知る権利がいかに大切かというのはね、自分のそういったあの通した事件からもね、こう実感してるんですよ。ところが今回ね、そういったあの吉田調書のね、問題でね、そしてこれが取り消されて、そしてね、あの関係者をね、あの、厳正にね処分するというまでね、あの社長が発表された、これはもう大変なことだと。でこういうことを許せばね、要するにまたね、あの戦前とね同じようなこう状況になっていくんじゃないかということでね、あの多くの弁護士に呼びかけてね、そしたら大体ね、もう200名の弁護士はね、やっぱりみんな心配してたんですね。そういう経過でね、あのこういった申し立てをしたわけです。なるほど。現在その賛同人の方、今あの200名ほどいらっしゃるというふうにお伺いしましたけれども、具体的にあのどのようなあの声が寄せられているんでしょうか。あのですね、伊藤塾のね塾長で、伊藤誠さんって言ってね、本当に有名なあの弁護士ですけどね、彼も賛同人の一人ですけどね、彼からはね、この度吉田調書に関する朝日、記事問題について表現の自由のみならず、この国の民主主義のへの弾圧ではないかと危惧していたところですと、先生方の申し入れの趣旨にね、あの全面的に、賛同いたしますと、そして、私もね、この声を若手や学生たちにきちんと伝えていきたいと思ってますと、これは伊藤誠さんのね、それからあと、原発のね運転差し止めでね、初めてあの判決出したね、金沢地裁のね、裁判長の井戸健一さん、今弁護士して原発訴訟やってますけどね、あの彼からもね賛同すると、で名前を公表してもね、あのいいという来てね、で彼はあの、原発弁護団のね人に働きかけてくれたわけですよ。そしてその原発弁護団のね、あの岐阜の福井県の弁護士ですけど、朝日バッシングの動きは以前の朝日新聞社記者銃撃事件、その後の報道の在り方、を変えたと同じようにね、あるいはそれ以上にね大きな影響をマスコミの様子を思えて大変あの、危惧しておりますと、先生方の今回の事業を得たね呼びかけはこれをあの敬意を表しますと、こういった原発のね、あの訴訟のね、方たちがねどんどんね、あれしてくれてるんです。それからね